やっと家帰って寝て、そしたらマッ赤ンからめっちゃ電話鳴なったわけですよ。出たらどうしたんつったら、まだ帰ってこないっていうわけですよ。俺やっぱりタカ殺すわ。い,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 いラインやいやいやいや。LINE やトと残ってるんですけど、またそれ証拠動画で出しますけども、いや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 と。で、結局彼女がやっと電話変わってきたって来たら、なんでやったか言ったらもう釣り船の辺に乗ってしまってたから、戻れなかったらしいんですよ。だから結局釣りはしに行った。で釣りだけして戻してタカは、もう帰れお前って,言って帰らしたらしい で、それは俺はマッケンに伝えて、こうこうこういう理由やから、もう連絡来るよって、あの女連絡来て、で、今から帰ってくるらしい。どうすんのって言ったら、いや、もう俺、彼女と話すって。うん、じゃあ、ちゃんと話すやって言ったら、いや、俺もう別れるっていうか。いやいや、別れるかどうかマッケンに決める。俺はね、その、やっぱり、既婚者やし、あんまり付き合うことは進めへんって言ったんですよ。